熊本地震海外の反応、国連総長、犠牲者に哀悼、支援の用意。国連のハン・キムン事務総長は18日付で、報道官を通じて声明を出し、熊本県を中心に九州地方で続く地震について、心痛を心より察すると述べ、犠牲者に哀悼の意を示した。また、被災者支援と復旧作業に当たっている日本政府や関係団体の取り組みを称賛し、要請があれば支援を提供する準備を整えていると表明した。民の声に続く H。